にゃおーす。はい、というわけで、こんばんは、ゼロゲンと申します。今回からスーパーマリオ 3D ワールドの方をね、ぼちぼちやっていこうと思います。並行してね、スーパールイージー U の方も、やってると思うんですけども、まあ両方ね、ぼちぼちね、マイペースで楽しんでいこうかなと思います。で、そのマリオメーカー2ダイレクトがねあってからね、マリオゲームをね、いっぱいいろいろとやりたい衝動に駆られまして、で、まあそんなわけで最近はちょっとマリオゲームが多くなってるんですけどもね、この 3D ワールドもそのうちの一つでございます。というわけでやっていきましょう。で、まあ、一応ね、昔やってたんですけど、もうセーブデータなくなってるね。なんでだろう。まあいいや、行きましょう。はい。あ、そうか、 HP があれか、ゲームパッドなんですね。まあでも多分プロコンだけでもいけるはずっすよね。まあとりあえずマリオさんで行きましょうか。はい。あ、マリオさん、4人で遊べたら楽しいんでしょうね、これね。あー、流れ星きれん。いいっすね、久々に見るけど雰囲気が良きでございますよ。お、マリオメーカーに追加された透明棒、透明土管ですね。さすが本職。本職のゲームとか出しても面白そうだけどね。ひたすら壊れた土管をマリオブラザーズが直していくみたいな。おお、なるほどなるほど。瓶詰めにされたクッパに。日本語で OK。 クッパ様、ようそこ通れたな。下半身なんかランプの魔人みたいになってるけど。ああ、これ最初に行くのがピーチっていうのがね、優しいですね。優しいのか勇敢なのか無鉄砲なのかはさておき、このうち完全にマリオさん覗いてますよね。うん、絶対ピーチのスカートの中覗いてるんですけどね、あれね。おう、みんないたのに俺一人。マリオさん一人しかいない。まあ4人プレイだったらみんないるんですけどね。おい、おい。最初慌ててるんですよね、俺ね。あ、いいっすよね。懐かしいですね。行きましょう。スーパーベルの丘。あ、違う違う違う。レッツゴー。うん。いい曲でございます。まあ、昔やってたとはいえね、まあ、ほとんど覚えてないっすね。うん、実はね、本当覚えてないんですよ。まあやってたからね、まあその場面に来ればなんか覚えてることも、あー危ねえな、あると思うんですけど。と、完全 3D なんですよね。あのマリオメーカー2では 2D になってましたけど、で、ちょっと動画の趣旨としてね、一応昔やったことあるっていうのもあるんですけども、昔やってた時ね、ロゼッタをね、俺使ったことないんですよ。うん、あのロゼッタいるんだよね、確かね。ロゼッタが隠しキャラでいるんですけど、そのロゼッタを使ったことがないのね、実はね。うん、なんでちょっとその隠し要素をね、できるだけ解放していきたいなと思います。うん、まあカンクリだね、できるだけカンクリしていきたいなという、そういう感じです。いい、大丈夫かな、こんなこと言って。うん、まあ、ちょっとちゃんとやりたいんでね。うん、今回はよし、
で、割とロゼッタ出すのが割と大変なんじゃなかったっけ。このグリーンスターですね。このグリーンスター、さらに、早くも一個見逃してない？早くも一個見逃してますよ、これグリーンスター。どこにあったんだろう。このグリーンスターとハンコだったかな。ああ、これですよね。ちょうど出てきましたけど、ありがとうございます。よいしょ。イエーイ。あんなハンコの形したチョコレートのお菓子、昔あったような気がするな。ただこの上あったような気がするな。ウィー。これは、ヒップドロップで壊せるのかな。あ、壊せないね。おりゃ！お。うおー！へい！でかキノコ！あ、そうか。それで、これで壊せるのか。よしよしよし。ってことね。そうか、でかキノコとかあったね。ストックストック。あ、1個しかストックできないんだっけ。どどどどどどど。あ、やべ。あぶね。あぶね。ストック。へい。これ下にあるよね。お、ワンナップ。にゃんにゃん。おっさんの猫姿、誰得なんでしょうねこれね。でマリオって可愛いおっさんの部類だよね、なんかね。あ、そうか。でかマリオ状態でここ壊さないかったんか。あー、前途多難ですねこれは。これは前途多難ですわ。グリーンスター1個しか手に入ってね。まあ猫マリオならすぐに上に登れるんですけどね、これ。うん、ダメっすね、やっぱいろいろ忘れてますな。よし、まあとりあえず、まあその完クリしたいっていうのもありますけど、やっぱ一番はそのね、楽しんでゲームを楽しむっていうところが大事だと思うんで、なんかすげえ言い訳っぽく聞こえますけども、うん、まあそこはちょっとご了承くださいませ。これこの上なんかなかったっけ。あ、ないっすね。ズルズルズル。よいしょ。操作方法も割と怪しいんだよな。幅跳びがしづらいみたいな。よいしょ。あん！ほい。ほい。この 3D で壊れていく感じがたまらんですね。あー、ピーチになろうかな。ピーチになればよかったな。ファイヤーピーチかわいいっすよね。痛い。ファイヤーピーチがね、ポニーテールなんですよ。痛いな。ファイヤーピーチがポニーテールなのが良きなんですよね、個人的に。よいしょ。まあちょっと今回はまあマリオさんでいきますけども、まあちょこちょこいろんなキャラクターもね、使っていきたいですね。あん、おー、びくしょ。激突するかと思った。さあ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 。いや、 3D ワールドもギミック多いからな、いろいろと。ほら、危なすん。よし、スイー、グリーンスター。おお、あ、そうか、バク転あんのか。よいしょ。このタイムが増える時計さ、マリオメーカーに欲しかったよね。なコメントしてる方が結構いたんですけども、うん、これあったらいろいろとなんか使えそうっすよね、いろいろと。お、
ワープボックス。ワープボックスに行きたい。よいしょ。お、ほい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 。ほら、ほい、ほら、ほら、ほら。あぶねえ。ええ。オッケー。よっしゃ。あのね、これの前にあった 3D… あー、びっくりした、マミクリ、マミクリいたのか。もうなんか、ほぼ初見プレイな感じで見てくれたら、こちらも助かりますなんか初見プレイのやつがやってんなみたいな感じで見てくれた方がね、こちらとしても助かりますいや、ほんと覚えてないんですよ、ほとんど。細かいところ本当覚えてないな。おお、ハンコ見っけ。あれ、なんか俺さっきなんか言おうとしたような気がしたな。なんだっけ何、あぶねえ、びっくりした。あぶねえ、なんじゃ。ほい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 。さっき何言おうとしたんだっけな。お、全部揃った、やったね。忘れたや、なんだっけな違う、幅跳びがこうか。ん、しゃがんでジャンプか。 OK OK OK、 いいっすね。ドゥルルドゥドゥドゥ。4人でやったら楽しいんやろうな、これ。これあれでしょ、パッドとかでなんかできるんですよね、確か。やったことないからわかんないけどおお、ブルーン、ブルーン、セーブしています。キノピオ、きっと役に立つから。ベル、ベルよこそ。よっしゃ、あばよあ、思い出した。この 3D ワールドの前にね、 3DS の方でそのースーパーマリオ 3D ランドっていうのがあったんですよね。うん、それがね、それもなんかなんだっけな、ニコニコの方でやってたんだっけな、その頃。ただ 3DS なんで、その直接画面に映すことができなかったんですよね。だから無理やり手元をなんかカメラで映して、なんか最終のね、隠しステージみたいなところをやってた記憶があるな。懐かしいな。その時誰もね、見に来てなくてねせっかくクリアしたのに。トゥトゥトゥルトゥ、あー、ここか。お、エクセレン、あんなところにあったりするんやな。お、高い高い、猫クリ、猫クリ、はい。パックも猫耳つければいいのに。よっしゃ、ほら、おお、びっくりした、今地味に危なかったぞ。おっ、ワンナップ、ほい、オッケー。ここはなんか連鎖でねするんよね。おっ、あー、ここあれかな、壁も走らないといけなかったような気がするな、これ。急げ急げ、こういうギミック作れるんかな。あ、こう壁じゃん、あ、壁行くよね、やっぱり。こういうギミック作りたいな。おいしい、ヒュー、 Y か、
もう一回はいいですね。なるほど、飛び込みは。でもちょっと操作を確認しながらやらないと不安なんで。ハンコ、ふいふい、ふい、うん、アブラハイ、アブラハム、ふい、あ、ハップハップ、今度この 3D ワールドをスイッチの方に移植すればいいのにね。あ、そういう予定はないんかな。ああ、ちょっと待って、それ欲しい。よしよし、これ確か根っこでこうしないとあかんかったっけ。で、これで、あ、なるほどなるほど、これで隠しステージかな、隠し。あー、これスターで駆け抜けるやつだっけ。そうだね、よし。あ、びっくりした、危ねえ、今割と危なかったっけ。ほいほいほい、気持ちいい気持ちいい。よっしゃ、ハンコもグリーンスターも全部取りましたね。なんで1ステージの方が取れないんだろう、私。これ、下をべっちゃんしたときにドーン。で、ドーン。よし。OK! おう。あ、猫くじ、あ、いや、ファイヤーを持ってる方がいいか。いけ！ふいー！チートだよな、これ。猫おじさん、お、猫クリボー。いやー、やっぱ面白いなー、いいなーこれ。あ、プレッシーだっけ。ここでちょっとお知らせです。説明書を見ることができます。なるほど、ありがとう。説明書が最近ね、電子化してきたよね、ほんと。だからパッケージ版とかで買ってもさ、軽いんだよね。よっしゃ、いくぜ、プレッシー。スティックか。はいはい。はい、了解でーす。はい、了解でーす。みんなって一人しかいません。はい。ドゥーン、ドゥーン、ドゥーン。ここが64のスライダーのね、曲なんですよね。だからここ一人でしかやったことないから、そのみんなでやる難しさっていうのが全然わかんない。ういー、まあまあちょっと悲しくなるから言わんどこ。ういうい、腹が滑る、腹滑り、腹滑り、くっそ。こブレッシーとかメーカー出てくんのかな。出てきたら嬉しいな。取れない。取れない。プレッシーとか、あ、確かここあったぞ、確か。ほら、あった。お、くさ。滝の裏ってもう定番だよね、やっぱり。その、ゲームの中ではね。お、あれ真ん中にあるやん。はいー、届け、イエーイ、気持ちいい。うー、バイバイ。プレッシーかわいい。あ、でもハンコを手に入れてないな。ハンコどっかにあったんやろか。よっしゃ、にゃおん。よっしゃ、いいっすね。ハンコどっかにあったんかな。まあちょっと さっきの話にちょっと戻りますけど、その最近ね、説明書が全部電子化されてね、
割と味気ないなっていう感じなんですけど、もういろいろとね、経費削減なのか何なのか分かんないですけども、ちょっと悲しいよね。昔ってさ、もうほんと説明書を見るだけですげえ楽しかったですよね。多分私と世代が近い人はそうだと思うんですけども、そう、説明書がね本当に見るだけで楽しくてね、うん、いろいろとキャラクターのイラストとか設定とか、たまに漫画とか載っててさ、うん、説明書すごい良かったんだよね昔のは。だからまあ必要最低限の、だからまあ最近電子説明書内になんかそういうな小ネタとか入ってるのもたまにあるけど、まあなかなか電子説明書っていうだけでなかなかね見ないというかさ、おなかなか見なくなったよね。よいしょ。うわー、ハチさんがいっぱいでござる。これなんかこっちあるの？あったよ。あるやん。おー、ぶねん。これ罠やね。あそこに行くやろうって思わせといて、実は上にあるっていう。派手だな、ここ。あー、ここか。お、一筆書きで、行けば。ちょっと待ってよ、これ。ん？ちょっと待ってよ。んー、これでも、まあいいよ、ちょっと行ってみようか。いや、こうなるよね。あ、こう行けばいいのか。割と無理やりだった気がするけど、まあいいや。よし、行ければいいのです。今んとこ4人とかでやったらやばくない？ちょ、お前あそこ踏むなよとか、なんでお前がそっち踏めよとか言うんやろな。あ、そうか、ここぶっ壊すんだ。へへへへ、あった、みっけ、イエーイ。ほいほいほい。お、また、ああ、カメックさん、カメックさん、こんにちは。ペーパーマリオ系統だったらカメックババの方が出番多いイメージなんですけどね。どうすかね、分かってくれる人いるかな、これ。よし、でこれで取る。よし、あれ、またハンコがね、ハンコですよ、ほら。よし、あった、ハンコ。これ全部踏んだ方がいいのかな。ほい、おー、イエー。あれあれ、これ取れなくない？あ、ここで取んの？あ、危ねえ。よし、いいな、こういうスキンあると嬉しいな。ジャンプしてピョイーンみたいな。語彙力今語彙力なかったな。スーパーベル。お、キノピオ隊長いるじゃん。お、あ、カジノ沼カイジ。よいしょ、カイジでもないけどね。カイジでスロットって出てきたっけな。パチンコは出てきたけど、これ4人でしたら一気に揃いそうだな。あーあワンナップか。目押しできるかな。私ギャンブルとか一切やらないんですけどね。よし、隊長。あ、パッと言おうか。了解了解。まあこれはちょっと動画外でやっとこうかな。
そうだったね。キノピオ隊長のはパッドでやるんだった。ただグリーンさんめっちゃ貯めれるんだよね。まあだからちょっと後でやっとかないとどっちにしたっていけんわけですけども。対決クッパのハイウェイ城。おお。ネクストクランズヒント。おお、蹴れるんだっけ。よし。あー、なんかこれ蹴ってなんか壁をどうにかしないといけないところがあったような、なかったような。よし。ほら、あー、これ上なんかあるかな。おーおーおー、ベル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 。おー、危ねえ。あ、あるやん。よし、タイムか。でも何気に曲がいい。水きれい、水きれいだにゃん。これがここか、ここ確か。これ跳ね返さないかんのかな。ほや、よし、ハンコゲッチュー。お、これを、お、ほい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 。こっか、こっか、ゲッチュー。あと1枚やん。よいしょ、ワンナップ。うん、あの奥になんかあるかな。このドスンでけえな。お、ベルか。あ、ベル2つ持ってた方がいいかな、ここは。お、あそこにあった。あそこにあるじゃない。よこしな、よこしな、よこしな、よこしな。よっしゃ。あれ、ちょっと取れてないよ。よし、これでグリーンスタート。お、くそ、ハンコもゲッチュ、ハンコもゲッチュだけども、ほら、よし、 OK。 あ、ちょ、どこ行くの。やべえ、やってきた。いきなりクッパさんなんだよね。さあ行きましょう。ほら、倒し方はなんとなく覚えてんだよね。跳ね返したいんでしょこれ。あ、間違えた。ほら、ガオクッパさんも車ボロボロですよ。このクッパか、もう一回出したいのにな。これかっこいいよね。これ今度のマリカー出そうぜ、クッパ様専用として。よいしょ。おわお、わお、うん、わお、わお、熱い。あー、次のステージへ。お、挑発してるね。ういー、ういー、ほら、くれ。おっしゃー。あ、すげえ、空中浮いてる。落ちるときは落ちるもんだ。わおーん、おならで吹っ飛んでった。やった、これで全クリですよ。まあ、なわけないんですけどね。よし。ふぃー。OK。あ、ここか。あ、すいません。ちょっと、とあるね、実況者がね、あそこの場面に来た一言が、めっちゃ面白かったのをちょっと、今思い出しちゃいましたね。よし、行きましょう。これで、おらー、おいえ。
ドゥ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 ン。背丈的には似合ってるんで君たち。クッパー。これ何ワールドまであるんだっけ。従来のよりちょっと短めだったっけな。いや、そんなことないか。お、トンカチ。なんかゴムハンマーみたいやな。弱そう。おお、今の一瞬でこしらえました。なんとも形容しがたい妖精だな。よし、まあそんなわけでね、今回からニュースーパーマリオじゃないや、なんだっけ、スーパーマリオ 3D ワールドの方をね、ぼちぼち進めていきたいと思います。で、まあ並行して、スーパールイージ U の方も、進めていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。多分まあ、長さ的にはスーパールイージ U の方が先に終わるかもしれないですけどね。はい、まあそんなわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします、というわけでお疲れ様でした。ありがとうございました。